ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年6月の20日火曜日です。今日は綾小路きみまろさんのきみまろ夫婦川柳を言ってみたいと思います。今日も3句言ってみたいと思います。一章は第1幕熟年被害という中の川柳です。ストーカーお前だったら大丈夫、ストーカーお前だったら大丈夫。昔は男性に声をかけられることもありました。今声をかけてくれるのはおまわりさんだけです。男性に突然襲われた時だってありました。今突然襲われるのは動悸、息切れ、めまいです。ストーカーは怖いですが、今の奥様には何の心配もございません。一番狙われるのは若くて綺麗な女性ですから、奥様はどんなに暗い夜道を歩こうが、パンツ一枚で駅の方へ出かけようが、犬も猫もついてこないのです。せいぜい横道から飛び出してきた猫に驚き、キャーッと叫ぶぐらい、あとは奥様が食べた物の匂いに誘われた銀杯か、てんてんてん。奥様についてくるのは銀杯だけ。え、ひどいことを言うなって。でも美人は薄命、そうでない人は長生きできるんだからいいじゃありませんか。よかったな、美人薄命、縁がない。次行ってみたいと思います。女房の顔を見るたび不整脈。新婚の頃は可愛かった妻、顔を見るたびにドキドキしました。朝の出勤時、玄関であなた早く帰ってきてね、チュ、帰ってきてもお帰りのチュをして、奥様から唇を突き出してきたものです。それが今は行ってくるよと声をかけても、横になってワイドショーを見ている奥様からは返事もありません。帰ってきてももう帰ってきたの、チュチュではなくチェとしたうちです。奥様の顔色を気にし、雷が落ちてくるのを警戒する毎日。これでは不整脈になってしまいます。それでもたまにはリビングで一緒にテレビを見ることもあります。しかしそこで突然のめまいが、ときめいた女房の匂い、今めまい。最高の3句言っています。中高年鼻で確かめる賞味期限、中高年鼻で確かめる賞味期限。あなた、賞味期限過ぎてるんだけど大丈夫かどうか嗅いでみて、とご主人の鼻先に豚肉を突きつける奥様。お前が嗅いでみればいいじゃないか。あなた犬年だから鼻が利くでしょ。それに鼻の穴も大きくて、たくさん匂いを吸い込める、そう、吸い込めそうだから。お前だって豚みたいにいつも鼻息荒いじゃないか。ブツブツ言いながらも匂いを嗅ぐご主人、そしてまだ大丈夫だよと奥様に豚肉を返しながら、心の中ではお前の方はとっくに賞味期限が切れてるんだけどな、そう嘆くご主人です。賞味期限とっくに切れてる女房かな。女房亭主に変えれば奥様も逆襲できます。賞味期限とっくに切れてる亭主かな。はい、これで終わりかな。あ、そうですね、3ついきましたね。今日はストーカーお前だったら大丈夫、女房の顔を見るたび不整脈、中高年鼻で確かめる賞味期限。どうでしたでしょうか、きみまろ夫婦川柳。いや、まあ笑って過ごせば人生は楽しいじゃありませんか。チャンネル登録も前に進めば笑える私であります。ごきげんよう。